お疲れ様です。え、あの、何してんすか。どうも、お茶です。え、今何されてたんですか。今は腕立て伏せですね。何の理由があったんですか今。これラーメン食べる前なんですけど、はい、タンパク質を、こう筋肉に送るために炭水化物が使われるんですよ。なので筋トレしとけばラーメン何杯食べてもまずこの体はキープできるんで。あ、そのためにやってたんですね。そうですね。でも食べた後活動しなきゃダメですけどね。でまたさらに筋トレするってことですか。そうです、筋トレサンドイッチです。ちなみにその服装ってそのままやるんですか。そうです。え、ちょっとこう湯気とか暑いんで、まあかかると暑いですけどね、ちょっとそれもちょっと耐えてやりたいと思いますんで、よろしくお願いします。あ、お願いします。はいはい、健康的なラーメンを作ります。今日は豆乳エスプーマ豚骨ラーメンですね。豆乳使ってラーメンするんですか。そうです、水の代わりに豆乳を使います。はい、使うラーメンはこの袋麺なんですけど、スーパーで売ってる豚骨スープ、普通に市販で売ってる、はい、市販で売ってるものを使います。でかつ健康的に豆乳を混ぜて、で豆乳を沸騰させることによって泡が立つんで、豚骨豆乳エスプーマラーメンですね。でそれで表面にラーメンって普通油を乗せて、背脂とか乗せて油をギトギトの方が美味しいんですけど、油の代わりに泡が麺の上にこう乗ってくるっていうか。おお、なるほど、うん、で麺に味がつくって感じですね。じゃあ作っていきますか。まずこの豆乳ですね、スープに書いてある水の代わりになるんで、これ、300cc って書いてあるんで 300cc これで測ります。はい、じゃあまず 300cc 入れます。はい、はい、じゃあ作ります。はい、でこれを温めるだけですね。はい、でこれは蓋しないでください。すぐ温まるんで、蓋してる間にもうバッと凍れちゃうんで。で、そうしてる間に、はい、こっちの麺を茹でる方を温めます。でこれはなるべくご家庭のなるべく大きい鍋、なるべく一杯の水で茹でたいんで、はい、なるべく大きい鍋でやってください。確かにすぐ沸騰しますね。すぐ沸騰します。でこれ泡立ってくるんで沸騰すると、はい、で泡立ってきたら止めます。でその次に麺いきますね。はい、もうスープ作ってから麺いきます。はい、もう慣れた方は同時進行してもらってもいいですけど、でこれも沸騰したんで、はい、これでもう終わりです。はい、でちょっとスープを入れるときに、はい、またもう一回ちょっとだけお願いします。ほうほう、はいはい、沸いてきました。沸いてきましたんで、ちょっとこのダイソーで買ってきたこのザルを湯切り用のカゴにします。はい、じゃあ見入れます。はい、これは近くの三徳さんというスーパーで買った麺です。三徳さん、はい、高田の方の今ここで映しているところのすぐ近くですね。でこれすぐ沸いてくるんで、はい、ちょっともうずっと見張っててください。麺を入れるときとかほぐすときのコツとかは、これを特に、これはもうほぐれれば大丈夫ですね。うんうんうん、うん、もしこだわるんだったら、はい、これ真水じゃないですか。うん、真水よりもパスタと一緒で、はい、塩をちょっとこう振ってあげると、麺が美味しくなります。あ、そうなんですね。はい、ラーメン屋さんとこだわってるとこは淡水っていう、そういう塩の一種があるんですけど、はいはい、それを水に入れてから茹で麺火で入れる方が多いですね。はい、まあこだわってる方はどぶりも温めてください。あ、はい、なるほど、はい、でも十分これであったかいんで。ちなみに今回その豆乳をなんかメインに使ってる、はい、どうしても、はい、ラーメンって動物性のものが多いじゃないですか。あ、そうですね。うん、はい、2分経ちました。はいはい、いきますね。ちょっとこの植物性のものを使うことによって、はい、バランスを良くしようという。これ今初めて使いましたけど、湯切りするのにこうしなれすぎますね。でまあこっちの方がいいかもしれないですね。こうやって湯切りした方が、まあ、しっかり湯切りした方が、はい、これぐらい湯切りすればもう大丈夫です。お、はい、これはもう練習してください。はい、キーキーしますね。はい、でラーメン入れますね。入れた後に入れてからでいいんで、慌てなくてもいいんで、はい、再沸騰させます。ちょっとこう強めに沸騰させるとエスプーマになるんで、で入れますね。はい、こんな感じです。おお、ちょっと固まってますよね。固まりはもう
ほぐしちゃってください。はい、でちょっと麺をほぐしてあげて、で、まあ、この状態でトッピングします。あ、ちょっと足で入れますね。トッピングします。食材もなんかそんなコテコテのものはない。そうですね、そんなにコテコテのないんで、でもお好みで入れてください。はい、はい、で最後に海苔ですね。これはもう好きな感じで完成です。ではいただきます。はい、はい、まずスープからいただきます。水使ってないんで、濃厚かと思いきや意外とあっさりしてます。はい、ああ、そうなんだ。はい。もうやっぱり水と違ってクリーミーなこうまろやかさがいいですね、これは。うん。うん。どうですか、麺のお味は。うん。やっぱ生麺だと美味しいですね。うん。うん。そんなに体にも悪くなさそうですね。全然いいですよ。うん、このまま何もね、動かずに過ごしていれば太っちゃいますけど運動すれば全然大丈夫です。なるほど、うん、まあラーメンってやっぱり、まあ、太りやすいんですけど、うん、どうしても気にされる方は、まあ、スープを完食しなければ、うん、麺だけではそんなに太んないですよね。あ、うん、俺のラーメンが全部もう同じスーパーで、そうです、全部同じスーパーです。はい、ないものはあるもので補うという形で今回は買い出しをしました。はい、これ偶然ですけど、はい、湯葉みたいなのが できてますね。湯葉、これ結構いいですね。これは狙ってないですけど、これは新発見ですか。美味しいですね、湯葉。うん、ごちそうさまでした。どうですかね、なんか今日の総評というか振り返ってみて、まあね、一作目なんで、はい、でまあただ水のお湯の代わりに豆乳入れただけなんで、うんうんうん、うん、まあ70点ぐらいですかね。70点。おお、うん、そうですね。まあ一発目にしては、そうですね。まだこれからどんどんまだ引き出しはあるんで、ほうほうほう、はい、最初はちょっとね。やっぱり、シンプルなやつからちょっとやっていきたいと思ってるんで、はい、じゃあちょっと次の動画からも期待大ですね。そうですね、期待してください。ぜひご家庭で作ってください。はい、はい、これが落合さんのルーティンなんですね。そうですね。お疲れ様でした。はい、お疲れ様ですだいぶ張りましたね。はい、はい、じゃあ次回の動画もよろしくお願いします。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。